番。いやー困ったねー。発言してください。ああ申し訳ないです。頑張ってください。人狼が噛んだってことだよな。いきなり2人も殺されてるみたいなんだけど、今日は6番のリンゴ星人さんにデスボール。投稿を始めてください。4番でーす。バルト、ロビオだべー。5番、エレン・イェーカーです。7番、ハンジー・ゾエです。ボス、1番、孫国だ。よろしく。了解です。これ、リンゴちゃんは大丈夫ですかね。あ、ごめんなさい、大丈夫です。よろしくお願いします。了解です。じゃあ、初日髪ありの部屋なんで、人狼さん。人狼になった方は必ずどこ、間もなく、村人、やっていきましょう。してくだ昨夜うわぁ、3倍1番オーマイゴー、これやばいな。これ初日で2人役人なんだけど。あ、ということは、ということはだよ。あ、カリウドがいないのか。なるほどね。1番が占い師ということで、2番白ってことでしょ。5、6、7で占い師が出なかったら、まあ僕目線5、6、7で2人狼いるということですよ。あら、すごいね、これ。5番、発言してください。エレン・イェーガーだ。いきなりなんかすげえ展開だな。どうすんだこれ。どうすんだよ。とりあえず俺は村人だ。二人死んだってことは、魔女の毒殺と人狼が噛んだってことだよな。人狼は駆逐するしかねえんだ。頑張るぞ。頑張るぞ。怪しい今の、頑張るぞ。はい、いきなり難しい番目になってしまいましたね。占い師デートした7番さん、2番さん出たら、今日は打っちゃうのかなとは思ってます。一応1番さんが占い師で出て、2番さんに白を出したことは把握しました。占い師が出なかったらもちろん4、5、5、6、7から二人狼なので、その中から釣りましょう。7番のプレイヤーは発言してください。調査兵団ハンジゾエ。いきなり2人も殺されてるみたいなんだけど、3番の方が魔女で1番を毒殺したのかな。そう、とりあえず様子を見たいと思います。私は村人と出ました。2番のプレイヤーは発言してください。登録が調査兵団のお二人さん、安心しなさい。あなたたちは二人とも初心者と聞いていますが、村人マークつけていますよ。4番のボクシングさん、または6番のリンゴ星人さん、どちらかが人狼ですね。違う。僕は残念ながら占い師。1番を占って、1番黒と出ているよ。え？そして1番の悟空さんは、僕を占って、僕が白。破綻してるんだよね。あ、なので一人狼ナイス。魔女さん46のどちらか判定していきますよ。人狼にデスビーム。4番。おお、なるほどね。そっか、これはもう2位シーンっていうことだよね。だから1位で釣れてるってことで、あら、これは盤面が良くなった。素晴らしい、3番さん。あー、じゃあ変わらず567の中で、まあ2人から1人になったってことで、どうだろうね。で、7番さんも村人って言ってんだよね。だから56にいるんじゃないかなっていう風に思いますけどね。でも5番さんが頑張るって言ったから、なんか頑張るようがないけどね。もしかしたら頑張る人狼さんかもしれませんけども、どういうことなんですかね、5番さん。5番のプレイヤーは、どうなんだ？発言してください。頑張るって言ったのは気合ですよ、気合。気合を入れようと思って。いや、フリーザ様がもし本物の占い師なら、人狼があと一人ってことになるんですかね。フリーザ様を信じていいんだろうか。わかんねえ。いや、難しいなこれ。俺にはもうわかりません。6番のプレイヤーは、5番ちょっと黒いな。はい、2番さんシーン確定で良いと思います。あ、2番さんの白先後で教えてください。ちょっと聞こえてなかったので。1黒だよ。それは絶対違うってことになります。1黒、占い結果1黒ですか。どっか適当にやっていけば勝てるんじゃないかなって思ってます。ちょっと待て。で、5番さんを2番さん偽も売ってたところがちょっと気になりましたけど、まあ、それはまだ分かってないのかなっていう感じで見てます。ちょっと待て。7番、2番の貴公子が占い師なの。なるほど、1番が黒。これはちょっと誰が白いのか黒いのかまだ分からないね。みんなが貴公子に見える。韓国じゃん。2番、韓国のプレイヤーは発言してください。駆逐してやる。
一匹も来らず。なんとなく2周目の発言のボクシングさん、なんだかオラをムラムラさせたということで村置きしてもいいですよ。ですが6番のリンゴ星人さん、かなり動揺していましたね。あら、占い先がランダムですって、ランダムですって、そうですって、自分が人狼と言ってるようなもんですよね。今日は6番のリンゴ星人さんにデスボール。まあ今回はまあ6番で行ってみるわ。うん、俺これ5番だと思うけどな。6番のプレイヤーが選ばれました。終わんないよね。さあ、ここどっち噛むかだな。俺5番だと思うけどな。6番、発言してください。あー、申し訳ないです。そっか、乱視じゃないのね、この村。わかんないです。頑張ってください。リンゴ星人死んだ。目を閉じてください。リンゴ星人死んだな。俺5番だと思うんだけどね。朝が来ました。昨夜死んだのは、うわ、2番、4番。いや、困ったね。占い師が噛まれちゃったね。やっぱり僕は5番さんが怪しいと思うんだよね。7番さんについては村人陣営って出てるって言っちゃってるんだよね。僕目線も初日から5番さんしかいないんだよね。頑張るって言ってたから、村人陣営ってなんか頑張るっていう言葉あんま使わないんだよね。頑張りようがない。嘘をつく頑張る。5番さん黒。僕は7番さんを信じて5番に行きたい。じゃあ今日は5番さんに行こうかな。まあ5番のプレイヤーは発言してください。なんでだ、違うって言ってんだろ。頑張るっていうのはこれに対する頑張るだよ。わかんねえから、フリーザ様が守れなかった。どうすりゃいいんだこれ。人狼がまだ一人いるってことやな。裏切り者は絶対に許さねえ。駆逐してやる。いや、だからどっちなんだよ。どっちだよ。あの貴公子がやられちゃったみたいだね。私はエレンを信じたいところなんだけど。で、誰だ。頑張るって言ってたからな。どっちなんだろう。でかな。どうしようかな、この状況。エレンを信じたいけどねえ。5番がエレンだよ。だから投票を始めてください。違う、絶対5番だろこれな。いや、絶対5番だよこれ。5番がないでしょ。関係ないでしょ別に。何、エレンとかなんかできちゃってんの。57で4番。うわっ、選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。やっぱり5番だ。やはり5番だよな。いや、やりました。いや、すごいな。いや、ちょっと、いや、鋭いですよ、申し訳ない、クソ。いや、すごい、めっちゃ申し訳なかったのが、ボクシングさんとリンゴちゃん思いっきり僕疑ってたんですよ。思いっきり二人とも村人だったって。いや、今の場面面白いな。いや、面白かったですよね。初手破綻はすげえきついんですけど。めちゃめちゃ焦った、本当に。すごかった、でも面白かった。すごい、見応えよか。エレンに入れようか悩んだんだけど。いや、難しかったですよね。もうなんか、頑張るって言葉使う人結構人狼多い。もう、最後、その通り、駆逐してやる言ってましたから。だってさ、黒崎言わないんだもん。どっちなんだと思って。頑張るって言ったらもう黒置きしよう。もう言わないように。これでさ、人狼だった時にさ、今日は頑張りますとか言ったらやばいよね。人狼面白いんだよな。もっと伸びないかな、このゲーム。そうですね。終わらせないでほしいですよね、このゲーム。今日も人狼さん。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。瞳と申します。おいせーい。ヨンマさんどうぞ。誰だよ。引き続き頑張ります。頑張るって言った。よろしくお願いします。はい、や、はい、どうもバーチャル YouTuber キズナアイです。よろしくお願いします。あ、いい感じだね。じゃあ僕今度ドラえもん行くからね。よろしく。
ドラえもん。すいません、確認なんですけど、皆さん延長なしでも大丈夫ですか？